ですね、輸出計画を立てるということになります。輸出計画を立てるということは具体的にどういうことをするのかということですけれども、ここに6つほど挙げました。まず輸出候補の商品、どういった商品を選ぶのかというふうなことですね。それから誰に売るのかと、取引先の探すということ、これはですね、後でもう少しご説明をいたします。それから海外市場の調査、それから国が決まったらですね、そこの調査、これも必要になります。これもう少しちょっと詳しく説明をいたしますと、それぞれの国でですね、いろんな規制ルールがあります。だからその国で売るためには、その国のルールに従った商品を出さないといけませんので、例えばですね、食品添加物許されているのかどうか、その辺を事前に確認する必要があります。着色料を使うケースもあるかと思いますけれども、もう一つ例を申し上げますと、 EU とかアメリカではですね、シナシ、ベニハナ、ベニコウジ、この辺は使えないということになっておりますので、日本では使えても対象の国では使えないということもありますので、その辺をお気をつけいただければと思います。この辺の情報はですね、後でもご説明しますけれども、ジェトルでもですね、できるだけ情報をウェブ上でお伝えするようにしております。ちょっと元に戻りまして、商標などの知財権への対応、それから省流の検討ということで、これはですね、この後説明をいたします。ここまで見てですね、結構大変だなというふうにお感じになる方もいらっしゃるかと思います。実際ですね、私も前職でですね、いろんなところに販売をしてきましたけれども、最初からですね、全部 100% 完璧にできてたというわけではありませんので、走りながらやっていくということもですね、でよろしいのかなと思います。まず一歩を踏み出すということですね、ここが大事になってくるかと思います。